はい、こんにちは。日本改革党、まだ豊島区議会議員、沓澤亮司でございます。議員を辞める日にちも迫ってまいりましたが、15日ですか、15日議会で喋り終わった後、その日に辞めますということで、糸巻様、インコ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。糸巻様もインコ様も何度も何度もご支援くださり誠にありがとうございます。六丸コロコロ様、ポスティングボランティアありがとうございます。総計で11万枚に達しようとしております。誠にありがたく、引き続きポスティングボランティア、まだ募集しております。22日からはポスティングできなくなりますんで、ちゃんと消し貼ったチラシしかね、で18日ぐらいに締め切んないといけないかな、思っておりますけれども、草の者から情報提供ありました。6月10日19時八甲前選挙違反常習犯山添拓と、内裏たすき、なんぼ言われてもやめねえのはなんか信念があるんでしょうか。俺たちは違法行為を行うぞみたいなね。6月10日高円寺、19時30分、うんこと吉田晴美、衆議院議員いるそうです。東京八区っつったかな。うんこ党の吉田晴美と令和の水道博士博士が仲良く凱旋しちゃってますけど、なんで違う党が一緒にやってんのか謎ですね。令和の中核派と立憲のその何地表とかさ、水道老連とかさ、そういうとこ仲いいんでしょうか。どう高円寺、こいつらの凱旋の前座で DJ 衣装だけアイドルと、で顔のアップがですね、顔の上半分を押しつぶしたようなですね、顔をなさっておられるんですけども、この人どういう顔人か知らないですけど、この顔を見てですね、あ、これと同系統だなってなんか押しつぶしたみたいなで、エラが張ってて、同系統の顔であるな。こういうのがうんことだか令和だかの凱旋を手伝っておるという話であります。岸田総理、安倍元総理の防衛ダイヤモンド構想を、太平洋ダイヤモンド構想、で日米オーストラリアインドでクワッドできましたよね。それをですね、岸田ビジョンなんつって発表しちゃってですね、中身は悪くないけど、それ安倍さんのやんけ、自分の名前つけるってどうなのと知ってる人に秒で指摘されてしまいました。ネットの反応です。ズうずうしい、手柄横取りとか最低、恥知らずはしぶとい、今日からお前はビジョン騎士だずるいお人やな、鉱石泥棒じゃないですか、やだー背乗りすんな鉱石の背乗り、灰乗り、まとまるものもまとまらない予感、岸田がーとは言われない不思議。試験ですけど、今後5年間で防衛費倍増を断言したのはいいですね。いつも検討ばっかり注視ばっかりしてる岸田さん、ここだけは断言したんで、きっとアメリカに何か言われたんでしょうね。検討ばっかで決断できない人が断言するって珍しいからね。岸田ビジョンってよく恥ずかしげもなく言っちゃったな。浮世離れしてるっつうかなんちゅうか、宏池会のあだ名はですね、公家集団でおじゃると、つまり浮世離れしたお貴族様、岸田総理ね、ビジョン岸田ね、世間の常識通じないみたいなんですね。今後はですね、政策背乗りのビジョン岸田、背乗り、自分の手柄にしちゃう。菅内閣の、なんかやったことも、で決まったことも自分の手柄にしちゃう。自民党の手柄って言うんだったら、ありですけどね。したら、自民党ビジョンって名前つけて、参院選、俺がってやってねえでさ。フジテレビ日曜報道視聴者アンケート、これ番組中に取られたアンケート、防衛費5年以内の 2% への増額に賛成 90%、
これでもあの富士は視聴者アンケート番組中のやらないんじゃないかこんな結果が出てしまうんでは、まああのこれ出た時の、顔なんですけどね、高市さんでした。高市さん、うふふふ小川、思ってたんと違う、まあ顔こわばってますよ、これこそ真の世論、視聴者がまともで安心した、小川の顔がこわばっている、富士のことだから数字を操作するのかと思ってた、誰も侵略されたくないし当然、今より減額が 3%、これ90% が賛成で減額しろっていうのが 3% いたそうであります、クラスに1人ぐらいいるギリ県知能と一致だな、ギリ県っていうのはギリギリ健常者、それ以下になると障害者ってなるギリギリのラインをギリ県って言いますね。知能で言うと70から85がギリ県と呼ばれる。70以下だと専門学校に行く、普通の学校ではとっても面倒見きれない、85以下は普通学校であります。これ戦前は85以下が低能児っていう認定だったんですね、それだとあまりに数多いから、国の方が面倒見きれんってなって、IQ70 以下にしよう、そうしようって、そういう子らを特別に面倒見るようにしろ、しよう、71からは健常者で一緒かなんか言って決めちゃってですね、試験であります。この結果を見たですね、小川運行党政策会長、NATO 基準の 2% は他の経費も込みだからそんな身を取る状況ではない、ブリブリ、なんかわけわかんないこと言ってますけれども、どういうことなんだろうな、90% が賛成することに何か文句つけている、何か文句を言いたい、っていうですね、政治家なんかいらないんじゃないのかな、だからお前ら支持率 3% になってしまうのだよ、人民軍のためにですね日本を侵略しやすい状態にしときたいんだろうけど、国賊のフジテレビが数字を操作してないっていうのはアメリカの影があるんでしょうか、後先考えない、考えられない、さすがのフジテレビも、1万人にデモされても、見たくないものは見ない、後先考えないフジテレビもアメリカの意向に逆らうと怖いんでしょうかね、うんこと10日に多文化共生社会基本法案を国会提出したそうであります。内容はですね、多文化共生庁を作って世界標準の基準で難民をどんどん受け入れようってものらしい、アメリカの民主党が似たようなことやってたな、不法移民にも、医療福祉を与えましょうみたいなね、これはもちろんそいつらが自分らに投票してくれんじゃねえか、っていう下心があってのことですけれども、ネットの話いらんわそんなもん、外国人の権利のために必死安定のあたおか、これ頭おかしいの略ですね、日本人にメリットなーい、さすが国民の代弁者、本性出したね、ブリブリ、本性出したねブリブリって入れてくれるととってもよかったな、多文化である必要性は何、誰のためにやってんだ、つまりスパイ庁ってこと、個室で脱粉する文化とは強制したくない、もっともだ、個室で脱粉する文化とは強制したくないですね、ネットの反応です。世界基準で難民受け入れ、そんな基準存在しないんですけどね、今よりまあ緩くしたくてそんな嘘平気でついてんだろうけど、まあまあ名実ともにクソったれどもですよ、こいつらはこんな外国人の機嫌取る法案ばっか考え出して、この選挙直前によっぽど票がいらねえみてえだな、有権者ってだって日本人じゃないですか日本人のためになる提案は一切せずに外国人におもねる、外国人のご機嫌を伺いする法案取って、法案ばっか考えて頭ひねって、いらねえんだな、票がな、よっぽどな、バカなのか、日本人に支持されるのはもう諦めちゃったのか、まあ、選挙権ない人にばっかアピールしてどうすんだって感じ、脳みそまでうんこ詰まったみたいですねこいつらね、関口博士78歳、限界説、ろれつが回らない、原稿読み間違え、会話が噛み合わない、ちょっと老いたかなという、ネットの反応です。
俵総一郎の五感期関口と俵に引導渡すやついないの？情報最前線におじいちゃんはもうきついだろ。サンモには出演者全員会話が噛み合わない連中だから問題ない。見ている層が同じなんだから別にいいと思うが、見てる層も路列が回らない会話が噛み合わない層だから別にいていいですね。サンモには情弱高齢者ターゲットだから司会も認知症高齢者にしてバランス取ってるのかと思ったんだが違うのか会長の井上案件だから絶対に切れないらしい。そうなんだ。左翼の頭のおかしさを広められる人材なんで最後まで頑張ってほしい。スポーツコーナーの時間がクソ長いっていう意見ありましたけど、見てんのかって感じですね見てんのかこの人は。関口家は昔からボケたふりで相手の話を引き出そうとしているのかと思っていたが素だったのか素でボケてるってことですかね。関口も俵も左翼の頭のおかしさを周知する人材として長く続けてほしいっていう意見が多かったです。敵とはですねみんな高齢者に優しいな。特に俵は番組中の発狂が若者ドン引きだよな。いいよねこれ。ということで若者は左翼に呆れることになっていいよねということで大好評を博しておりました。左翼はすぐね暴力振るったり怒鳴ったりするから大嫌い、大嫌いです。ではなぜ左翼に高齢の人材が少ない、いないだから78歳の関口も85歳の俵もいつまでもやってなくちゃいけないのか。それもですね関口も俵も俺がっていう左翼の特徴である傲慢と甘えを体現した人材だからですね。自分が一番なんで自分が脅かされるような後輩を作りたくない。後継者なんか育成するはずもなく、俺がだからいつまで経ってもネットを駆使できる方とですねテレビしか見ない左翼高齢者の差は広まるばかりですね。これね、左翼って破壊ばっかしたくて、ほらうんこ党の出したさ難民どんどん受け入れましょうっていうやつもさ、これ破壊することばっかり考えてさ、日本を破壊すること、一旦破壊して、そんなことばっかり考えてですね、なんで破壊したいかっていうと破壊しないと自分らの出番ないからですね。なんか自民党でもうまく回ってるよないうことだと自分らの出番全然ねえから、けどこいつら後先考えなくて破壊した後どうすんだみたいな話が全然考えてなくてね、民主党政権与党で責任ある立場になってもそれしかやってこねえ、破壊だけしかしにかったからあっという間に廃れましたよね。お前らバカですかっていうことで皆さんに呆れられて血の底落ちましたけれども、左翼って傲慢と甘えで後先考えない、自分が、子孫のことなど考えない、とりあえず破壊して、破壊した後のことは全く考えてないっていうバカですね。脳みそにうんこが詰まった連中が左翼をやっていると、私はこう考えております。デトックスジャパン。